はい、そらってます。オカリナの平本です。いつもカンターレをご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。今日はですね、ズバリ、オカリナの先生のなり方を教えてくださいということでね、僕もこれは1年に1遍ぐらいずつ上げてるんですけども、やっぱりその年々というかね、今本当サイクルが早いんで、まあ、こういうの少し、まあ、僕なりでね、アップデートした情報を、まあ、お伝えしようかなと思っておりまして、今日は若い先生から何人か、質問を受けたりですね、まあ、今結構その、埼玉公園に来てもらったお客さんかな、その中で、その、まあ、最後ずらっと並んでね、撮った写真があるんですけども、まあ、それを多分見てくれたと思うんですけど、その、いわゆる、ね、レジェンド組とその次世代組のバランスの比率から見てね、今後そのカンターレ、オカリナ、あるいはまあオカリナ業界で、先生とかプレイヤーになることは可能でしょうかっていうような質問結構 あるんですよ。そうですね、そういうことになってますんで、それをちょっと教えたいと思います。でさっき言ったように、まあ2回か3回多分先生なり方っていうのを挙げてると思うんでね、まあ簡単にオカリナ先生になる方法で検索してくれれば、まあざっくりとしたねことは変わんないとは思うんですけども、基本的に、そもそもオカリナの先生になって、まあ、何がしたいのかっていうのがね、まず大前提であるんですよ。だからそれをビジネスとしてやるのか、趣味の延長線上で、先生になるのかでちょっと違うんですけども、僕が携わってる人って大体が、91できちっとビジネスとして、まあ、それなりに報酬を受けるという人が多いので、まあ、今回はね、その何て言うかな、余暇で先生になるとか、無償で先生になるっていうのではなくて、報酬を得る先生のビジネスについてちょっとね、お話ししていきたいと思っております。でオカリナの先生って、まあ、前もこれ言ったと思うんですけど、近年多いです。これはねすごく多いです。まあ、次世代見ても分かりますし、あとは僕その去年からいろんなとこ、 こう各地行かせてもらって、まあ、でもほとんど行ってないんですよ、カンターレっていうのは。でもまた福岡とね、広島ぐらいしか行ってないし、まあ、来年はもっとちょっとこう行かせてもらおうかと思ってるんですけど、その中で見ててもやっぱ多いですねっていうのが肌感覚でこれは分かります。で基本カンターレっていうのは、茨城、栃木、埼玉、ほぼここでねご飯食べさせてもらっております。ありがとうございます。ただね、いろんなね、やっぱもうちょっと見聞広めたいなっていうことがあって、まあ、あとはその次世代が結構遠方にいる人が多かったんで、まあ、去年あたりから、まあ、やってるっていうことなんですよね。で、まあ、メールで来たのは、その今からやっても先生ってつくんですか、生徒がね、あるいはそのプレイヤーとして成り立ちますかっていうことなんですけども、これはね、そのまあ、一言で言うと、ビジネスとして成り立つ先生もいれば、成り立たない先生もいるというね、もうこれはもう何だろう、資本主義の鉄則みたいなところがあって、何の業種やっても成功する人は成功するんですよ。で、何の業種やってもダメな人はダメなんですよね。で、僕のね友人なんかは、不動産業をやってるんですけども、不動産業で、まあ、かなり成功してる人もいれば、不動産業で、全てパーにしちゃう人もいますよね。いわゆる、不動産とか金融とか、株 FX なんていうのはね、非常にこうビジネスとして、ありますけども、だから不動産やっててもダメな人はダメだし、僕の友人のようにすごく儲かってる人もいるしっていうようで、オカリナも今の時期だからどうかっていうことはないと思います。その先生のやり方、熱意、あるいはそのシステムを構築することができれば全然可能だと思います。
で、オカリナをね、まあ、収入源にしたい、まあ、先生になりたいってイコール、まあ、ビジネス的にやりたいっていうことなんでしょうけども、まあ、ビジネスの五大鉄則っていうのがあるんですよ。五大鉄則、それがまずが、資本、まず始めるための資本がどのぐらい必要かっていうのが一つ。それといわゆる今言うんですけど在庫を持たないことで、もう一個が、利益率、利益率ですね。でその次が、ストック性、でその次がその業種が成長業種なのかどうか、まあ、大体この5つで、4つ当てはまれば完全に OK、 3つで、やるかやらないかっていうのを決めるみたいなことを、まあ、よく資本のこう勉強で言うと言われるんですけど、まず在庫が、小資本で始められるかどうかっていうのがビジネス。例えばですよ、すごく儲かるビジネスであっても、明日1億円用意してくださいって言ったら皆さん用意できますか？僕だったらできるかもしれませんできませんよ。でキャッシュで1億積めなくて無理ですけどね、絶対無理ですよ。でも絶対儲かるっていう、まあ絶対儲かるっていうビジネスはないけども、あったとして明日1億円積めって言われたら、これほとんどの人無理ですよね。っていうように、まず小資本で始められるかどうかっていうのがビジネスの第一歩なんですよ。でお金だっていうのはどうかって言ったら、うちの簡単でね、先生になりたいって言ったら、まあこれ4地ですよね。とりあえず今日練馬の先生に送れてよかったなと思います、先生明日着くと思いますので、よろしくお願いします。例えばね、いいですね。だからこれを例えばですよ、 EX で例えば1から7まで揃えたってたかだか50万円ぐらいですよ。だからはけて資本50万台です。だってあとは、楽譜って言ったらですね、そんなにいらないですからね。それこそ最初はふるさとから始めればいいし、今いくらでも2000円3000円出せば書店に売ってますから、そういう意味でオカリナのビジネスモデルって何がいいかって、まず小資本で始められるってことなんですよ。これはすごくいいと思うんですよね。先生の話ね。で次に在庫があるかないか、これすごくねよく言われるんですよ。例えばなんだろう、ラーメン屋なんかを開業するときに在庫ってすごい必要じゃないですか。例えば麺、スープ、具材、すべて在庫ないと作れないでしょ。で、オカリナの先生ってじゃあ在庫何って言ったら、在庫ないんですよ。何かって言ったら頭の中に入ってる音楽の知識を先生に教えるだけなの、生徒さんに教えてあげるっていう、モデルなんで、基本的に在庫ゼロなんですよ。あとはその在庫があっても在庫が腐らないっていうのがすごくビジネスモデルとしては大事なんですけども、腐りようがないんですよね。今まで、生きてきた音楽の知識、オカリナカンターレの知識を、生徒さんに教えてあげて、それの対価としてお金をいただくっていう、いわゆる受講料をいただくっていうことですので、ですからその在庫っていうのも、まあ、ほぼゼロと考えていいですよね。で次が利益率っていうのがあるんですよ。でここはね、まあ本当にビジネス的になっちゃうんですけど、例えば、年商1億あっても、例えば仕入れて何かを売る、そして店舗借りて、人を雇うって言ったら、おそらく利益率